桜城址公園。桜城は、現在の愛知県豊田市本城町に存在した日本の城である。名称の由来は、周囲に桜が多かったことによる。正式には、桜城。慶長19年、三宅康長が、金谷城の代用の城として築城した。寛文4年、三宅氏は、田原城に転封となり一時破却された。また、この頃の三宅氏は、城持大名ではなかったため実質は陣屋であった。その後に入封した本田氏も陣屋を使っていた。その後、寛延2年に衣藩に内藤氏が入封し、宝暦6年から大改築が開始される。三重の本丸櫓、二重の隅櫓、周囲720メートルの堀を巡らした、総面積32ヘクタールの本格的城郭、計画であった。幕府から4000両を借り入れて、本丸、二の丸と本丸三重櫓の石垣工事から始めた。しかし改築中の明和4年矢作川の大洪水に見舞われ、その後も度重なる洪水の被害を受けたため、改築工事を断念して、代わりに衣城が築かれることになり、廃城になった。現在は NTT 愛知豊田局、豊田信用金庫本店付近で公園として整備されており、隅櫓跡の石垣が残っている。平成18年にはビル建設工事中、二の丸の石垣が見つかっているが、こちらは保存する措置が取られていない。ありがとうございます。